4病床の素人探偵その日は他に別段の出来事もなく帰宅したがそれからまた1週間ばかりたって私は3度目の鎌倉行きをした弘和くんはまだ入院していたけれど気分はすっかり回復したから話しに来いという通知を受け取ったからであるその1週間の間に警察の方の犯人捜査がどんな風になっていたかは 結城家の人から通知もなく、新聞にも一向記事が出なかったので、私は何も知るところがなかった。無論、まだ犯人は発見されないのであろう。病室に入ってみると、広和くんはまだ青白くはあるが、なかなか元気な様子で、処方から送られた花束と、母夫人と監獄に取り巻かれていた。ああ、村松くん。よく来てくれたね。 彼は私の顔を見ると嬉しそうに手を差し出した。私はそれを握って回復の喜びを述べた。だが、僕の足は一生治らないのだよ。足を不自由にしてしまった。弘和君が安全として言った。私は答えるすべを知らなかった。母夫人は脇見をして目をしばた叩いていた。 しばらく雑談を交わしていると、夫人は外に買い物があるからと言って、後を私に頼んでおいて席を外してくれた。ひろかずくんはその上に監獄も遠ざけてしまったので、私たちはもう何を話しても差し支えなかった。そこでまず話題に上ったのは、事件のことである。ひろかずくんの語るところによると、警察では、 あれから例の古井戸をさらってみたり足跡の靴旅と同じ品を売った店を調べたりしたが古井戸の底からは何も出ず靴旅はごくありふれた品でどこの旅屋でも日に何足と売っていることが分かったつまり何の売るところもなかったわけである秦野警部は被害者の父が陸軍省の重要な人物なので土地の有力者として敬意を表し ひろかずくんの病室を見舞いひろかずくんが犯罪捜査に興味を持っていることが分かると捜査の状況を逐一話して聞かせてさえくれたのであるそういうわけで警察が知っているだけのことは僕にも分かっているんだが実に不思議な事件だね賊の足跡が広場の真ん中でぽっつり消えていたなんてまるで探偵小説みたいだねそれに 金製品に限って盗んだというのもおかしい君は何か他に聞き込んだことはないかね弘和君は当の被害者であった上に日頃の探偵好きだからこの事件に非常に興味を感じている様子だったそこで私は彼のまだ知らない事柄すなわち赤井さんの数々の異様な挙動犬の足跡のこと事件当夜 じいさんが窓際に座った妙な仕草のことなどを全て話して聞かせたひろかずくんは私の話をふんふんとうなずいてひどく緊張して聞いていたが私が話し終わるとひどく考え込んでしまった体に触りはしないかと心配になるほどじっと目をつむって考え込んでいたがやがて目を開くと非常に真面目な調子でつぶやいた ことによるとこれは、みんなが考えているよりもずっと恐ろしい犯罪だよ。恐ろしいと言って、ただの泥棒ではないというのかねひろかずくんの恐怖の表情に打たれて、私は思わず真剣な調子になった。うん、僕が今ふと想像したのは非常な事柄だ。泥棒なんて生さしい犯罪ではない、ぞっとするような陰謀だ。 恐ろしいと同時に多岐すべき悪魔の仕業だ弘和君の痩せた青ざめた顔が真っ白なベッドの中にうずくまって天井を凝視しながら低い声で謎のようなことを言っている夏の真昼セミの声がバッタリやんで夢の中の砂漠みたいに静かである君は一体何を考えているのだ 私は少し怖くなって尋ねた。いや、それは言えない。ひろかずくんはやっぱり天井を見つめたままで答える。まだ僕の白昼の夢でしかないからだ。それに、あんまり恐ろしい事柄だ。まずゆっくり考えてみよう。材料は豊富に揃っている。この事件には、 奇怪な事実が満ち満ちちているが表面奇怪なだけにその裏に潜んでいる真理は存外単純かもしれない広和くんは自分自身に言い聞かせる調子でそこまでしゃべるとまた目を閉じて黙り込んでしまった彼の頭の中で何事かある恐ろしい真実が徐々に形作られているのであろう だが私はそれが何であるか想像することもできなかった。第一の不思議は古井戸から発して古井戸で終わっている足跡だね。ひろかずくんは考え考え喋り始めた。古井戸というものに何か意味があるのかしらいやいや、その考え方がいけないのだ。もっと別の解釈があるはずだ。松村くん。 君は覚えているかね僕はこの間畑野さんに現場の見取り図を見せてもらって要点だけは記憶しているつもりだがあの足跡には変なところがあったね賊が女みたいに内輪に歩くやつだということも一つだがこれも無論非常に大切な点だがその他にもっと変なところがあった畑野さんは僕がそれを注意しても一向気にも留めなかったようだ 多分、君も気づかないでいるだろう。それはね、雪の足跡と帰りの足跡とが、不自然に離れていたことだよ。ああした場合、誰しも一番早い道を選ぶのが自然ではないだろうか。つまり、二点間の最短距離を歩くはずではないだろうか。それが、行きと帰りの足跡が、 井戸と洋館の窓とを起点にして外に膨らんだ2つの弧を描いているその間に大きな樹木が挟まれていたほどだ僕にはこれがひどく変に思われるんだよこれがひろかずくんのものの言い方である彼は探偵小説が好きなほどあって甚だしく論理の遊戯を好む男であっただって君あの晩は闇夜だぜ それに賊は人を撃って慌てているんだ。来た時と違った道を通るくらい別に不自然でもないじゃないか。私は彼の論理一点張りが不服であった。いや、闇夜だったからこそあんな足跡になったのだ。君は少し見当違いをしているようだが、僕の言う意味はね、ただ通った道が違っていたということではないのだよ。 二つの足跡が恋に。確かに恋にだ。話してあったということはね。賊が自分の来た時の足跡を踏むまいとしたからではないかと僕は思うのだ。それには闇夜だから用心深くよほど離れたところを歩かなくてはならない。ね。そこに意味があるのだよ。念のために 畑野さんに行き帰りの足跡の重なったところはなかったかと確かめてみたが無論一箇所もないということだったあの闇夜に同じ2点間を歩いた生き返りの足跡が一つも重なっていなかったなんて偶然にしては少し変だとは思わないかねなるほどそういえば少し変だねしかし なぜ賊が足跡を重ねまいとそんな苦労をしなければならなかったのだね。およそ意味がないじゃないか。いや、あるんだよ。がまあ、その次を考えてみよう。ひろかずくんはシャーロック・ホームズみたいに結論を隠したがる。これも彼の日頃の癖である。顔は青ざめ、息遣いは荒く、風高く包帯を巻きつけた幹部がまだ痛むと見えて、 時々眉をしかめるような状態でいて、探偵団となると、弘和くんは特殊の情熱を示すのだ。それに今度の事件は彼自身被害者であるばかりか、事件の裏に何かしら恐ろしい陰謀を感じているらしい。彼が真剣なのも無理ではない。第二の不思議は、盗難品が金製品に限られていた点だ。俗が なぜ金銭に目をくれなかったかという点だ。それを聞いたとき、僕はすぐ思い当たった人物がある。この土地でもごく少数の人しか知らない秘密なんだ。県に畑野さんなんかも、その人物には気づかないでいるらしい。僕の知らない人かねうん。無論知らないだろう。僕の友達では高田君が知っているだけだ。 いつか話したことがあるんでね。一体誰のことだいそして、その人物が犯人だというのかいいや、そうじゃないと思うのだ。だから僕は、畑野さんにもその人物のことを話さないんだ。君にも、まるで知らない人のことを話したって仕方がない。一時ちょっと疑っただけで、僕の思い違いなんだ。その人だとすると、他の点がどうも一致しないからね。 そう言ったまま彼はまた目をつむってしまった嫌に人をじらす男だだが彼はこういう推理事にかけては確かに私より一枚上手なんだからどうも致し方がない私は病人のおとぎをするつもりで根気よく待っているとやがて彼はパッチリと目を開いたその瞳が喜ばしげな光を放っている 盗まれた金製品のうちで一番大きいのは何だと思うおそらくあの置き時計だね。どのくらいの寸法だったかしら。縦が3寸、幅と奥行きが2寸。だいたいそんなものだね。それから目方だ。300問目。そんなものじゃなかろうか。僕はそれをよく見覚えていないけれど、おじさんの話されたのを聞くとちょうどそんなものらしいね。 だが、置き時計の寸法や目方が事件とどんな関係があるんだね。君も変なことを言い出すじゃないか。私は、ひろかずくんが熱に浮かされているのではないかと思って、実際彼の額へ手を持っていきそうにした。だが顔色を見ると、興奮こそしているが、別段高熱もないらしい。いや、それが一番大切な点だ。 僕は今やっとそこへ気がついたのだが盗難品の大きさなり目方なりが非常に重大な意味を持っているのだよ賊が持ち運びできたかどうかを言ってるのだが後で考えると何という愚かな私の質問であったことか彼はそれには答えずまたしてもとっぴなことを口走るのだ君その後ろの花瓶の花を抜いて花瓶だけをね この窓から外の塀をめがけて力いっぱい投げてくれないか狂気の沙汰である弘和くんはその病室に飾ってあった花瓶を窓の外の塀に投げつけようというのだ花瓶というのは高さ5寸ほどの瀬戸物で別段変わった品ではない何を言ってるのだそんなことをすれば花瓶が壊れるじゃないか キングイだって言われても仕方がない。私は本当に、弘和君の頭がどうかしたのではないかと思った。いいんだよ、割れたって。それは僕の家から持ってきた花瓶なんだから。さあ、早く投げてくれたまえ。それでも私が躊躇していると、彼はじれてベッドの上に起き上がりそうになる。そんなことをされては大変だ。身動きさえ禁じられている体ではないか。 気狂いじみてはいるけれど病人に逆らうでもないと観念して私はとうとう彼のバカバカしい頼みを承知した開いた窓からその花瓶を3軒ばかり向こうのコンクリート塀へ力いっぱい投げつけたのだ花瓶は塀に当たって粉々に砕けてしまったひろかずくんは首を上げて花瓶の最後を見届けるとやっと安心した体で ぐったりとまた元の姿勢に帰ったよしよしそれでいいんだよありがとうのんきな挨拶だ私は今の物音を聞きつけて誰か来やしないかとビクビク者でいたのにところで常じやの妙な挙動だがねひろかずくんが突然また別のことを言い出したどうも彼の思考力は統一を失ってしまっているようだ 私は少々心配になってきたこれが今度の犯罪事件の最も有力な手がかりになるのではないかと思うよ彼は私の顔色などには無関心に話し続けるみんなが書斎へ駆けつけた時常じいやだけが窓際へ行って座り込んでしまった面白いね君わかるかねそれには何か理由がなくてはならない 気狂いではあるまいし理由なしでそんなバカな真似をするはずはないからね無論理由はあったろうさだがそれがわからないから妙に思うのだ私は少し勘に触って荒っぽい口を聞いた僕にはわかるような気がするんだがね広和くんはニヤニヤしてほらその欲張 常爺じやが何をしていたかということを考えてみたまえ。翌朝つねじさんが私は彼の意味を悟りかねた。なんだね。君はちゃんと見ていたじゃないか。君はね、赤井さんのことばかり考えているものだから、そこへ気がつかぬのだよ。ほら、君がさっき話したじゃないか。赤井さんが、 洋館の向こう側を覗いていたって。うーん、それもおかしいのだよ。いやさ、君は別々に考えるからいけない。赤井さんが覗いていたのは、他でもない、常爺じやだったとは考えられないかね。ああ、そうか。そこへ気がつかぬとは、私は何というぼんやり者であったろう。 ジいやは花壇いじりをしていたんだね。だがあそこには今花なんてないし、種をまく自節でもない。花壇いじりじゃ変じゃないか。もっと別のことをしていたと考える方が自然だ。別のことをというと考えてみたまえあの晩ジいやは書斎の中の不自然な場所にしばらく座っていた。 その翌早朝、花断いじりだ。この二つを結び合わせると、そこから出てくる結論はたった一つしかない。ね、そうだろう。じいやは、何か品物を隠したのだ。何を隠したか、なぜ隠したか、それはわからない。しかし、常ジじやが、 何かを隠さなければならなかったということだけは間違いがないと思う窓際へ座ったのはその品物を膝の下に敷いて隠すためだったに違いないそれからじいやが何か隠そうとすれば台所から一番手近で一番自然な場所はあの花壇だ花壇いじりと見せかける便宜もあるんだからねところで君にお願いだが これからすぐ僕の家へ行って、そっとあの花壇を掘り返して、その品物を持ってきてくれないだろうか。埋めた場所は土の色でわかるはずだよ。私は、ひろかずくんの名察に一言もなかった。私が目撃しながら理解しえなかった事柄を、彼はとっさの間に解決した。それは言ってもいいがね。君はさっき、ただの泥棒の仕業ではなくて、 悪魔の仕業だと言ったね。それには何か確かな根拠があるのかいもう一つわからないのは今の花瓶の一件だ。行く前にそいつを説明してくれないかいや、すべて僕の想像に過ぎないのだ。それに、迂かに喋れない性質の事柄なんだ。今は聞かないでくれたまえ。ただ、僕の想像が間違いでなかったら。 この事件は表面に現れているよりもずっとずっと恐ろしい犯罪だということを頭に入れておいてくれたまえ。そうでなくて、病人の僕がこんなに騒いたりするものかね。そこで私は看護婦に後を頼んでおいてひとまず病院を辞したのであるが、私が病室を出ようとしたとき、ひろかずくんが鼻歌を歌うような調子で、ドイツ語で、女を探せ、 女を探せとつぶやいているのを耳に留めた結城家を訪れたのはもう黄昏時であった少々は不在だったので書生に挨拶しておいて隙を見て何気なく庭に出たそして問題の花壇を掘り返した結果を簡単に言えばひろかずくんの推察は的中したのだそこから妙な品物が出てきたのだそれは 古びた安物のアルミニウム製メガネサックで最近埋めたものにそういなかった私は常さんに感づかれぬようそっとそのサックを一人の女中に見せて持ち主を訪ねてみたところが意外にもそれは常さん自身の老眼鏡のサックであることが分かった女中は目印があるから間違いはないと言った常さんは彼自身の持ち物を隠したのだ 妙なことももあるものだたとえそれが犯罪現場に落ちていたにもせよ常さん自身の持ち物ならば何も花壇へ埋めたりしないで黙って使用していれば良いではないか日常使用していたサックが突然なくなったらその方がよっぽど変ではあるまいかいくら考えても分かりそうもないので私はともかくもそれを病院へ持っていくことにして 女中には固く口止めをしておいて母屋の方へ引き返したがその途中またしてもわけのわからぬことにぶつかったその頃はほとんど日が暮れきって足元もおぼつかないほど暗くなっていた母屋の雨戸はすっかり閉めてあったし主人は不在なので洋館の窓にも明かりは見えぬその薄暗い庭を一つの影奉仕が こちらへ歩いてくるのだ近づいたのを見るとシャツ一枚の赤井さんだこの人は主人もいない家へしかも今自分このなりで何をしに来たのであろう彼は私の姿に気づくとぎょっとしたように立ち止まったが見るとシャツ一枚で裸足の上に腰から下がびっしょり濡れて泥まみれだ どうしたんですと聞くと彼は決まり悪そうにコを釣っていてつい足を滑らしたんですあの池は泥深くってねえと弁解がましく言った5逮捕された黄金鏡 間もなく私は再び弘和君の病室にいた母夫人と私は行き違いに規定し彼の枕元には付き添いの看護婦が退屈そうにしているばかりだった私の姿を見ると弘和君はその看護婦を立ち去らせた「これだ君の推察通り花壇にこれが埋めてあった」私はそう言って例のサックをベッドの上に置いた 和君は一目それを見ると非常に驚いた様子で「ああやっぱり」とつぶやいた「やっぱりって君はこれが埋めてあることを知っていたのかい?」だが女中に聞いてみると常さんの老眼鏡のサックだということだが常さんがなぜ自分の持ち物を埋めなければならなかったのか僕にはさっぱりわからないのだがそれは。 ジーヤの持ち物にはそういないけれど、もっと別の意味があるんだよ。君は、あれを知らなかったのかなあれって言うとこれでもう、疑う余地はなくなった。恐ろしいことだ。あいつが、そんなことを。ひろかずくんは私の問いに答えようともせず、ひどく興奮して一人ごとを言っている。彼は確かに、 犯人を悟ったのだあいつとは一体誰のことなんだろうで私がそれを聞き出そうとした時ドアにノックの音が聞こえた旗の警部が見舞いに来たのだ入院以来何度目かのお見舞いである彼は結城家に対して職務以外の行為を持っているのだだいぶん元気のようですねええ おかげさまで順調にいっています。と一通りの挨拶が済むと警部は少し改まって。やぶんやってきたのは、実は急いでお知らせしたいことが起こったものだから。とじろじろ私を見る。ご存知の松丸くんです。僕の親しい友人ですからお構いなく。ひろかず君が促すと。 いや、秘密というわけではないのだから。では、お話ししますが。犯人が分かったのです。今日午後、逮捕いたしました。え犯人が逮捕されましたかひろかずと私とが同時に叫んだ。して、それは何者ですゆうきさん。 あなたは、古サの三モ門というあの辺りの地主を知っていますか果たして、古サの三モ門に関係があるのだ。読者は記憶されるであろう。いつか疑問の男赤井さんが、その三モ門の家から金箔だらけになって出てきたことを。ええ、知っています。では。その息子に、三尾っていう毛狂いがある。 一間に監禁してめったに外出させないというから多分ご存じないでしょう。私も今日やっと知ったくらいです。いや、知っています。それが犯人だとおっしゃるのですかそうです。すでに逮捕して一応は取り調べも済みました。何分、気狂いのことで明瞭に自白はしていませんけれど、彼は珍しい気狂いなんです。 黄金鏡とでも言いますかね金色のものに非常な執着を持っている私はその男の部屋を見てびっくりしました部屋中が仏壇みたいに金ぴかなんですメッキであろうが真鍮の粉や白であろうが金目には関係なくともかくも金色をしたものなら額縁から金紙から やすりくずに至るまでめった無償に収集しているのですそれも聞いていますでそういう黄金鏡だから私の家の金製品ばかりを盗み出したとおっしゃるのでしょうね無論そうです紙入れをそのままにして金製品ばかりをしかも大した値打ちもない万年筆までもれなく集めていくというのは 常識では判断できないことです。私も最初から、この事件には何かしら気ぐるいめいた匂いがすると直覚していましたが、果たして気ぐるいでした。しかも黄金鏡です。ぴったりと当てはまるじゃありませんか。で、盗難品は出てきたでしょうね。どうしたわけか、広和くんの言葉にはわからぬほどではあったが、 妙に皮肉な調子がこもっていたいやそれはまだです一応は調べましたがその男の部屋にはないのですしかし気狂いのことだからどんな非常識なところへ隠しているか分かりませんよなお十分調べさせるつもりですがそれからあの事件のあった夜その気狂いが部屋を抜け出したという点も確かめられたのでしょうね 家族のものはそれに気がつかなかったのですか。弘和くんが根掘り葉掘り聞き垂らすので、た野氏は嫌な顔をした。家族のものは誰も知らなかった様子です。しかし、木狂いは裏の離れ座敷にいたのだから、窓から出て兵を乗り越せば誰にも知られず外に出ることができるのですよ。なるほど、なるほど。と、 和君はますます皮肉であるところで例の足跡ですかね井戸から発して井戸で終わっているのをなんとご解釈になりましたこれは非常に大切な事柄だと思うのですがねまるで私が尋問されているようですね警部はちらと私の顔を見てさも来楽に笑ってみせたがその実 腹の中ではひどく不快に思っている様子だった。何もそんなことをあなたがご心配なさるには及びませんよ。それにはちゃんと警察なり裁判所なりの機関があるのですから。いや、ご立腹なすっちゃ困りますが、僕は当の被害者なんだから、参考までに聞かせてくだすってもいいじゃありませんか。お聞かせすることができないのです。というのは、 あなたはまだ明瞭になっていない点ばかりお尋ねなさるから警部は仕方なく笑い出して足跡の方も目も下取り調べ中なんですよすると確かな証拠は一つもないことになりますねただ黄金鏡と金星盗難品の偶然の一致のほかには弘和君は無遠慮に言ってのける 私はそばで聞いていてヒヤヒヤした偶然の一致ですって辛抱強い秦野氏もこれにはさすがにムッとしたらしくあなたはどうしてそんなものの言い方をするんです警察が見当違いをやっているとでも言われるのですかそうです広和くんがズバリととどめを刺した警察が琴の光男を逮捕したのは と何で,で,ですって警部はあっけに取られたがしかし聞き捨てにならぬという調子で君は証拠でもあって言うのですかでなければうかつに口にすべきことではありませんよ証拠はあり余るほどあります広和くんは平然として言った バカバカしい。事件以来ずっとそこに寝ていた君にどうして証拠の収集ができますあなたはまだ体が本当でないのだ。妄想ですよ。麻酔の夢ですよ。ははは。あなたは怖いのですかあなたの失策を確かめられるのが怖いのですかひろかずくんはとうとう旗野氏を怒らせてしまった。 そうまで言われては相手が若年者であろうと病人であろうとそのまま引き下がるわけにはいかぬ警部は顔を筋張らせてガタリと椅子を進めたでは聞きましょう君は一体誰が犯人だとおっしゃるのです旗野警部はえらい剣幕で詰め寄っただが孝一君はなかなか返事をしない 考えをまとめるためか天井を向いて目を塞いでしまった彼は最前私に疑われやすいある人物を知っているがそれは真犯人ではないと言ったその人物というのが黄金京の琴の光男であったにそういないなるほど非常に疑われやすい人物だでその琴の光男が真犯人でないとすると 広和君は一体全体何者を犯人にぎしているのであろう他にもう一人黄金鏡があるとでも言うのかしらもしやそれは赤井さんではないか事件以来赤井さんの挙動はどれもこれも疑わしいばかりだそれにとの三右衛門の家から金箔にまみれて出てきたことさえある彼こそ別の意味の黄金鏡ではないのか だが私が花壇を調べるため有機家へ出かけるとき弘和くんは妙なことを口走った「女を探せ」というドイツ語の文句だこの犯罪の裏にも女がいるという意味かもしれないはてな女といえばすぐ頭に浮かぶのは島子さんだが彼女が何かこの事件に関係を持っているのかしらおおそういえば 族の足跡は女みたいに内輪だったそれからピストルの音のすぐ後で書斎から久松という猫が飛び出してきたあの久松はしまこさんの愛猫だでは彼女がまさかまさかその他にもう一人疑わしい人物がいる老木常さんだ彼のメガネサックは 確かに犯罪現場に落ちていたし彼はそれをわざわざ花壇へ埋めたではないか私がそんなことを考えているうちにやがて弘和くんがパッチリと目を開いて待ち構えた畑野氏の方に向き直ると低い声でゆっくりゆっくりしゃべり始めた琴野の息子は矢打ちの者に知られぬように家を抜け出すことはできたかもしれません だが、いくら気狂いだからといって、足跡なしで歩くことは全然不可能です。井戸のところで消えていた足跡をいかに解釈すべきか、これが事件全体を左右するところの根本的な問題です。これをそのままそっとしておいて犯人を探そうなんて、あんまり虫がいいというものです。ひろかずくんはそこまで話すと、息を整えるためにちょっと休んだ。 傷が痛むのかひどく眉をしかめている警部は彼のしゃべり方がなかなか論理的でしかも自信に満ちているのでやや圧倒された形で静かに次の言葉を待っているここにいる松村君がと弘和君はまた始めるそれについて実に面白い仮説を組み立てましたというのはご承知かどうか あの井戸の向こう側に犬の足跡があったそれが靴旅の跡を引き継いだ形で反対側の道路まで続いていたそうですがこれはもしや犯人が犬の足跡を模した方を手足にはめ四つん這いになって歩いたのではないかという説ですだがこの説は面白いことは面白いけれどひどく非実際的だ なぜって君。と私を見て、犬の足跡というトリックを考えついた犯人なら、なぜ井戸のところまで本当の足跡を残したのか、それじゃあせっかくの明暗がおじゃんになるわけじゃないか。わざわざ半分だけ犬の足跡にしたなんて、たとえ気狂いの仕業にしろ考えられぬことだよ。それに、 キング類がそんな手の込んだトリックを暗出できるはずもないしねでいかんながらこの仮説は落第だとすると足跡の不思議は依然として残されたことになるところで畑野さん先日見せてくだすった例の現場見取り図を書いた手帳をお持ちでしょうか実はあの中にこの足跡の不思議を解決する鍵が隠されているんじゃないかと思うのですが 秦野氏は幸いポケットの中にその手帳を持っていたので見取り図のところを開いて広和くんの枕元に置いた広和くんは推理を続けるご覧なさいさっき松村くんにも話したことですがこの行きの足跡と帰りの足跡との感覚が不自然に開きすぎているあなたは犯罪者が大急ぎで歩く場合に こんな回り道をするとお考えですかもう一つ、往復の足跡が一つも重なっていないのも非常な不自然です。という僕の意味がお分かりになりますかこの二つの不自然は、ある一つの事柄を語っているのです。つまり、犯人が故意に足跡を重ねまいと、 綿密な注意を払ったことを語っているのです。ね、闇の中で足跡を重ねないためには、犯人は用心深くこれくらい離れたところを歩かねばならなかったのですよ。なるほど。足跡の重なっていなかった点はいかにも不自然ですね。あるいはお説のとおり、恋にそうしたのかもしれません。だが、 それにどういう意味が含まれているのですかね畑野警部が愚問を発した広和くんはもどかしそうにこれがわからないなんてあなたは救い難い心理的錯覚に陥っていらっしゃるんですつまりね歩幅の狭い方が来た後広い方が急いで逃げた後という考え従って足跡は井戸に発し 井戸に終わったという頑固な迷信ですおおでは君はあの足跡は井戸から井戸へではなくて反対に書斎から書斎へ帰った後だというのですかそうです僕は最初からそう思っていたのですいやいけない警部はヤッキとなって 一応はもっともだが、君の説には非常な欠陥がある。それほど用意周到な犯人になれば、少しのことでなぜ向こう側の道路まで歩かなんだか。中途で足跡が消えたんではせっかくのトリックが何にもならない。それほどの犯人がどうしてそんなバカバカしい手抜かりをやったか、君はこれを何と解釈し,しますね。それはね。 ごくつまらない理由なんです。ひろかずくんはすらすらと答える。あの晩は、非常に暗い闇夜だったからです。闇夜何も闇夜だからって、井戸まで歩けたものが、それから道路までほんのわずかの距離を歩けなかったという理屈はありますまい。いや、そういう意味じゃないのです。犯人は、 井戸から向こうは足跡をつける必要がないと誤解したのです。滑稽な心理的錯誤ですよ。あなたはご存知ありますもいが、あの事件の2、3日前までは、一月余りの間、井戸から向こうの空き地に古材木がいっぱい置き並べてあった。犯人はそれを見慣れていたものだから、つい誤解をしたのです。彼は、それの運び去られたのを知らず、 あの晩もそこに材木がある。材木があれば犯人はその上を歩くから足跡はつかない。つけなくてもよい。と考えたのです。つまり闇をゆえのとんだ思い違いなんです。もしかしたら犯人の足が井戸川の漆喰にぶつかってそれが材木だと思い込んでしまったのかもしれませんよ。ああ。 なんとあっけないほどに簡単明瞭な解釈であろう。私とてもその古材木の山を見たことがある。いや、見たばかりではない。先日赤井さんが意味ありげに古材木の話をしたのを聞いてさえいる。それでいて、病床の広和君に解釈のできることが私にはできなかったのだ。すると君は、あの足跡は、 犯人が外部から来たと見せかけるトリックにすぎないというのですねつまり犯人は有機艇の内部に隠れていたと考えるのですねさすがの畑の警部も今は兜を脱いだ形で広和くんの口から早く真犯人の名前を聞きたそうに見えた